はい、皆さんこんにちは。コミュニティ宮城でございます。ありがとうございます。本日はまだ大地くんと対談ということで、経営をとにかく褒めちぎる会ということで、やっぱりかっこよさをね語っていきたいかなということで、はい、まあ、結構ねいろいろ資産性の話とかもね今までよくさせてもらってたんですけど、うん、まあ、なんせかっこいいっていうところをねちょっとフォーカスして選ぶ一番の理由だと思ってます。まあ時計好きの方はねもう本当にあこのモデルいいなとかあると思うんですよ、うん、まあ、それを今回、まあ一つのモデルに絞って、まあ、皆様にねお伝えしていく回ということで、うん、ちょっとエンジン入ってきた。入ってきました。おめでとうございます。ということで、はい、まあ、楽しく分かりやすく皆様にね、うん、この動画配信していきたいと思いますので、はい、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。最後までお願いします。はい、ということで、今回ご紹介するのははい、エクスプローラー1でございます。おー、エクスプローラー1。はい、まあね、たびたびこのコミット TV でもねエクスプローラー1出てきますけど、そうですね、あ、214270フォーカスしてやっていきましょうかね。で、結構14270、それから114270、この辺りは多分お話でね、出てくること多いかと思うんですけども、意外とこのリファレンス214270、はい、やってないなと思いまして、確かに、ね、おすすめするところがたくさんあるモデルですので、ぜひね、はい、ちょっと今回これを皆様にお伝えしたいと思います、はい、で、まず簡単にこの214270のスペックというかね、うん、この辺をご紹介したいんですけれども、はい、まあ、生産期間は2011年頃からですね、はい、ついこの間2021年、はい、4月まで生産、まあ、約10年間ぐらいですね、うん、されていたモデルになってまして、まあ、その10年間の中でも間にですねこのマイナーチェンジを挟んで見た目もね、少し変わる形となっております。ですのでこの辺りをね今回はちょっとご紹介したいと思っております、はい、でエクスプローラー1の中でもですね唯一 39mm サイズということで、ね、渋いですよね。渋いサンキューサイズですよ。サンキュー、すごいね、うん、それいい。サンキュー。これやばい。もうこれ一つ唯一かっこいいポイント ねエクスプローラー唯一のサンキューサイズ、はい、ついこの間もね新作で、うん、どうなるかと思いきや 36mm ね、サイズまた戻っちゃった、ね、戻っちゃいましたもんね。ね、あの、マジンブーみたいですよね。マジンブー、はい、そうですよね。結構一回ね、大きめになったんだけど、そうそうそう、だいぶシャクシュー。ドラゴンボールネタ来るね、はい、最近。多いですよ、多いですよ。流行ってんね、今ね。好きだ、好きだ。本当に、この 39mm は、この214270という、うん、唯一のね、ね、このリファレンスになりますんで、はい、意外と後々ね、これ10年後、20年後とか、うん、なんかまあ珍しいなって言われるような個体になるかなっていうのはちょっと感じますよね。ありますよね。ある、可能性存分にございますよね。存分にもう、はい、かっこいい。そういうとこいいよ。かっこいい。いや本当皆さん20年後ぐらい思ってる、多分、うん、あの時214270しか 39mm ないんだよ、うん、でね、まずかっこいいポイントその1。その1、そうですね、ケースサイズ。しかもなんかこう 39mm ってなんか日本人のあの腕に僕一番こうフィットする大きさかなって、うんうんうん、確かに肌から見ても自分から見ても一番まあ違和感のないケース系かなとも思います、ね、確かに確かに、はい、それを思いますよね。そのあたりもなんかかっこいいポイントではございますよね。続きね、かっこいいポイントその2。さっきマイナーチェンジしたっていう風にお伝えさせていただいたんですけれども、はい、まあ、これが大体2016年頃にちょっと文字盤のね、夜光がありとなしというのがまあ出てきます、うん、で前半最初に出てきたやつに関しては夜光が入っていないブラックアウトとね、ブラックアウト呼ばれるね、かっこいい、かっこいい、これかっこいいポイントね。この369という部分にですね夜光が入らない、うん、こちらが通称ブラックアウトと呼ばれるモデルとなっております、はい、うん、当時14270というモデルで、はい、1988年ぐらいからね、うん、1990年から91年ぐらいか前半の個体において夜光が入っていないブラックアウトと呼ばれるものがあって、うん、まあそれはもう今めちゃくちゃレアでもう本当に高値で出てるんですけど、はい、まあそれをねちょっと復刻させるような形で214270の最初のこの5年間から6年間ぐらいのモデルは、うん、ブラックアウトになっております、はい、そこのこう希少モデルの復刻的な、 なんか意図も感じるかなとは思いますよね、うん、復刻モデルを感じるって今言ったよ。
聞いてないだろ絶対ということでね、これかっこいいポイントその2、ブラックアウト、はい、ブラックアウトね、うん、でこのブラックアウトの中に一つねレアなね要素があるんですよね。ここかっこいいですよね。かっこいい、やっぱりバックル、バックルね、バックルに変化が見受けられるんですよね。これ何これ何ていうの、前半がそのやっぱナシジバックルから、ナシジバックルでね入ってるんで、ちょっとザラザラしたやつなんだよね。そうですそうです、ナシジバックル、はいはい、はい、でこのレアなバックルっていうのは何バックルっていうの。レアな方は鏡面です。鏡面バックルね、もうね女の子でもこう髪セットする時とかでもこうできるぐらいの2015年のまあ半ばから後半ぐらい、2016年前半ぐらいにかけてね見られるバックルで、はい、これはあのロレックスの他のモデルもね鏡面バックルと言われる仕様がね大体この期間で移行期間になってます。まあ移行期間の時にレアな要素ということでね、はい、まあ価値もちょっと上がるというところで、まあこれデイトナとかもね116520っていうデイトナから116500に変わるその最後の方の1年間でこの鏡面バックルというのが存在します。これよくねあのコミット TV とかでもそうですし他の、まあ、情報とかでもよく鏡面バックル鏡面バックルって出てくると思うんですけど、ね、うん、移行期間に入ってるっていうところで、はい、まあ珍しいとね言われてます ね、はい、そうですね。これかっこいいポイントだよね。かっこいいです、鏡面バックルね、はい、はい、鏡面バックルのやっぱレアさを聞いちゃうと、まあ確かにね、うん、ちょっとこういい、ね、鏡面バックルにいっちゃいがちですけど、僕は結構ナシジも実はそれ分かるデザインがデザインってはすごい好きというか、確かに、うん、ナシジ凝ってますよね。だって鏡面ただツルツルなんだけど、そうなんそうなんです、ナシジ結構凝ってるよね。あれ凝ってますよね。俺ナシジも結構確かにいいと思う。だからなんか、うん、こう希少性とか、うんうん、まあ、ちょっとやっぱ資産性入ってくると思う、ね、頭の中どっかで入っちゃうよね。そうそう、入る、関係ねえっす。やっぱナシジもかっこいいっすね。かっこいい、そうです、いや単純に見たらナシジかっこいい、かっこいい、やっぱクールな男性をこう描くようなマットさがね、いいいいっすよね。マットマットうるさい両方ともね本当いい要素というか、うん、まあ、だからナシジも本当かっこいいと思う、はい、つけてる時ね何にも見えないんでとりあえず、そうですね、開けた時しか見えないから、はい、まあ人間で中身みたいなもんですよね。おー、はい、いいこと言う。やっぱね外見で判断しちゃってダメですか。あかんですよそれは忍びねえな俺向いてないポケはということで、はい、まあこのね前期型ね2011年から16年ぐらいブラックアウトの個体でこういう風なあ、まあ、要素がね見受けられます、はい、これかっこいいポイントね、はい、そして2016年ブラックアウトから、まあ、マイナーチェンジして、はい、夜光入りが出てきます。369、まあ、見やすいように夜光が入ってるのと、うん、あとはですね針、これが今までのものよりも若干太く、はい、まあ、なってます。でこれによって視認性が非常に向上しております、はい、まあ、本当見やすいですね。見やすいです、見やすい、つけてる時にはもう実用性抜群。だからなんかこう洞窟行った時とか、うん、やっぱりすごい分かりやすいイメージがつきますよねそんな行かねえ本当ですか。僕洞窟探検すごい行くんで。いつだよ、いつ行くんだよ水道持ってリュック持って行きますよ言うようにね、まあ、冒険家のためのね、はい、エクスプローラーですからね。探検家ですからね。間違えちゃっただからまあ機能性重視っていうところ、うん、ブラックアウトもその探検のところをイメージしていくと、うん、369だけ暗いんで、うん、逆に分かりやすい、うん、するんだなブラックアウトはちょっとワイルド系、なるほどね、役割はちょっと繊細 系みたいな区別で、まあ、ご自身をこう評価して選んでみてもいいのかなっていう僕はちょっと思いますけどね。なるほどね、はい、ですけど369、ああちょっと見、あこれ今3かな9かなみたいな、そうそうそう、そういう感じなの、はい、ザクとしてるよね、そうそうそう、マイカみたいな、それでいい、うん、まあヤギタイプ俺結構繊細よ。ええ、全然全然全然あの大雑把なんで、まあブラックアウトなんですよ僕みたいな超繊細は、そんなわけあるか超繊細はこっち夜光ありの、夜光ありの、はい、なるほどね、はい、39mm で、の中でもこの214270の中でもだいぶねちょっと雰囲気も変わりますし、うん、まあ、かっこいいポイントがね、それぞれある、まあ、これいいところですよね。いいところです本当に。まあ今はねもう廃盤のモデルにね今年なってしまいましたんで、はい、まあ今後ね、まあ、もしかしたらもうこの可能性を感じるモデルですし、はい、まあ今ならね、コミット銀座も結構この2270いろいろ在庫ありますんで、はいはい、ぜひねこの今かっこいいポイント聞いていただいて、まあ、ちょっとね比較していただけると面白いんじゃないかなっていうのは感じます、うん、やっぱりこうファーストウォッチとしてもね、そうかなりこう多いモデルになりますので、そうですね、まあ、時計まだ持ってない方、確かにロレックスを買ったことない、確かにね、はい、こんだけ楽しんで選んで第一歩
見ていただければね、はい、素晴らしい、いいかなと。本当それはもう、はい、本望でございます、はい、本当に汎用性抜群、はい、嫌味もない、ない最高。ということでね、はい、今回もう214270、はい、とにかくかっこよさを語る回、もう楽しんでいただけたと思います。僕は今日は思いますので、思いますね、はい、今後ねちょっとこのシリーズどんどんやっていきたいですよね。はい、あのもう日本代表のねサッカーっていうのはもう存続厳しくなってもうやめてくれよそれ俺のネタ、はい、皆さん応援してください。ぜひあのモッチ&フットボールぜひ応援してください。でも温かいコメントくれる方ありがとうございます。そうですね、そうですね、はい、いつもねコメントをそうなんですよ、いただく方にはすごいこう、はい、感謝、ね、感謝もういただきま す、はい、ます。皆さんいいねボタンも忘れずにねよろしくお願いします。そうですね、はい、もうねいい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 ねってこうくるぐらいね、それではね今回も最後までご視聴いただきありがとうございました、はい、ありがとうございます。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。はい、もうブラックアウトさせてもらおうわ。なんでやねん。